顔洗わなくていいパックしてる。人の肌が綺麗見えがすごい、そのナチュラグラッセは。人の肌が綺麗見えってめっちゃいいんじゃない。眉毛のパーマをあったんですよ、最近。あ、小悪魔揚げ肌。お願いします。お願いします。こうやって紹介、ご飯が炊けました。日焼け止め塗ります。塗ってるけど下地塗ります。今日は普段メイク。そうだね、だって普段だからね。うん、いやでもさ、 YouTube の時も結構撮影用のメイクみたいな自分の中でイメージしてるけど、僕は結構毎日メイク変わる方だよね。うん、変わるね。下地とかも変わる、うん、最近全然インスタでメイク動画載せてないじゃん。もう飽きた。バレた。いや飽きてはないんやけどねサボってる。うん、サボって撮ったんやけど、でも最近撮った。やっぱメイクも旬があるやん。自分の中もそうやしさ、今ちょっとよく見るシャドウとかいろいろあるやん。うん、でそれを最近これよく見るなって思ったシャドウを買って撮って、うん、出すタイミングを逃してしまってもったいない。うん、あ、これの前にスキンケアしました。私はパック、最近顔洗わなくていいパックしてる。ああ、なんでかわかんないけど顔洗わなくて。わかんないけど洗いたいけどねでもいいらしい、うん、なんかこのマイリンが教えてくれたよね、このナチュラグラッセのメイクアップクリーム。こういうナチュラルな日にやってます、うん、撮影の日とかはやってない。この家で過ごすとかそういう日にやってます。さっき起きたからうまく話せない。ここで撮影だからサクはさっき起きれるけど、私はここに来なきゃいけないので。あー、なんだっけここだろう。コンシーラーが終わりました。お腹空いた。ファンデーションはしないことが多いけど、夏とかだったらファンデーションとか、なんか塗るものが多ければ多い方がよれる。よれるじゃなくて、あの紫外線カバーできそうじゃない。あー、そうだと思うよ。けどよれるのも嫌でしょ。うん、そんなよれんことない前。でもマスクしてると、でもまあ日焼けしないだろうなとも思うね。え、マスク日焼けするらしい。そうなの、うん、紫外線通すんだって。黒いマスクとかでも。うん、じゃあ普通にカーディガンとかも意味ないってこと。 UV カットって書いてあったら意味ある。 UV カット書いてない。いや意味ないと思うよ。意味ないの。あ、まあ意味はあるかもしれない。意味はあるでしょ、物理的に。ありえない、不織布。でもさ、布マスクはまあその分は守られるやろうけど。どうなの。いや一応影にはなってるじゃん、マスクの下って調べてみて、なんか言ってたよ。まあでも効果は薄いかもしれないけど、そんな。しかもここだけ焼けなくても困るし、逆に。でもだから帽子とかかぶってマスクしてると、まあ確かに露出してる面積が狭いよね。あ、でも UV カットって書いてるマスクも売ってるけどね、結構。へー。だからさ、ファンデーションとかさする必要あるって思わん、夏とかさ。ね、あるよ。その日焼け止めはでも結構塗り直したいじゃん。うん、まあね、だったらさ、ファンデーションとかしてるとちょっといいのかなって思う。でもほんと夜とか気にせずさ、うん、もう日焼け止め下地にしてファンデーションも塗ってるけど、うん、時間経ったらその上にまた日焼け止めを塗るぐらいの覚悟がないとマジで焼けるし、それをやると焼けなかったんだって記憶があるから、うん、結構夜とか気にしてる場合じゃないってこと、うん、そうそうどっちを取るのかって。ギトギトになりそう。うん、あ、肌荒れやばいからちょっとコンシーラーでいっぱい隠してるけど、私コンシーラー下手なのよ。モザイクで隠したり。モザイク YouTube おむつな肌です。むずいよね、コンシーラーって。むずくない？上手い人感心する。今もむずい。だいたい一応なんか形上なんか、ね、的にやってます。出来物があったらそう一応隠すけど、隠せてないもんね。 AKB48 の柏木由紀ちゃんとか。あ、そこよね、めっちゃうまかった。すごい人。なんかヘアメイクさんとかもうまいよね、うん、なんで隠せるんだろう。なんかこのさ、出来物やったらその上にコンシーラー塗ってまたファンデとか重なるとモコってなるよね、うん、コンシーラー初心者。むずいよね、日によって肌の調子違うけんさ、それによってメイクも変えたりして、うん、ほんと肌調子いい日はこれだけでめっちゃ綺麗になる。それめっちゃいいよね。意外と優秀なの。意外と優秀。なんかね、何がいいって時間経った時に馴染んで、うん、なんか元の肌が綺麗ですよ。そう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 、みたいな。元の肌が綺麗見えがすごい、そのナチュラグラッセは元の肌が綺麗見えってめっちゃいいよね、うん、程よくツヤっと、なんかテカリがツヤみたいな。なんか一時期これなんかカバー力ないしなってちょっと嫌になってた気分もあったけど、自分の肌が調子良ければめっちゃいい。そうやね、うん、カバー力あるファンデとかって結構肌への負担がすごいよ、うん、
あんまりなんかね、ちょっとカバー系をなんかあんまり試したことない。そう、私でもあれ夏におすすめみたいなの書いてたの気になってるなって、シュウエムラのファンデーション、リキッドファンデーションが、うん、皮脂崩れにくいみたいな、あったコスメで、なんかデパコスは強そうだよね、そういうとこ。そう、だから毎日とかは絶対できないけど、うん、それこそね、ひまわり祭りとかそういう野外のイベントとか、うん、ドロドロ案件だやろ、なんかそれのためにちょっと買おうかなと思って、うん、普通に高いと思う、デパコスのファンデは特に、うん、ね、口紅とかこそやっぱ機能性がすごい。いや、やっぱいいよ。だろうね。やっぱ違うよねっていうの見せつけられる違いを。発色とかもやっぱそうだもんな。なんだっけな。あ、クリオ。あ、クリオってさ、よく聞くなと思って、まあ、そう、韓国の若い子がよく使ってんのかなと思いつつ、うん、ドラッグストアにあったから、ね。ドラッグストアあるんだ。そう、あったの。なんか買ってみたんだけど、うん、なんかパレット可愛いし、いろんな種類あって。いっぱい入ってるよね。そう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 。細長い。そう。あんな、そう、でもいっぱい入ってるやつさ、お前絶対使い切れないからさ。え、楽しいよ。まあ、使わない色絶対ない。あ、あるね。なんなら全色使わないけど買ったやつある。え？なんか全部ラメみたいな。なんかラメって可愛いな、見た目が。うん、で買ってみたんやけど、めっちゃ大粒のラメでさ、うん、いや、これ普段使わんやろみたいな感じでした。これ入ってる。まあライブで使いそうやし、1種類しかないやん、それは。てか、うん、私一生ファンデしてるな。何が一番大事で、ベース前のスキンケアが一番大事じゃない？それを怠ったらもう一日が終わる。一日中なんかよれよれよれパサパサみたいな。なんかね、ツヤ肌の作り方教えてくださいって可愛い女の子に言われてたんだけど、放置してたから今やろうと思ったんだけど、最近使ってるこっちはファンデーション、目の下にトーンアップ、目玉キラキラ、お腹すいたな。これ全部ピントボケでたらどうしよう。ちょっとリップのアートメイク気になるよね。気になる、痛いらしいね。気になるけどやらんほうがいい。そうなんだ。だって色がさ決まるやん、結構。なんか結構ナチュラル、その素の唇の色がコンプレックスな人がいるじゃん。これをなんかもうちょっとまとめまして、常に唇の色あるとまた印象変わる。なんか派手なさ、パキッとした色じゃなくて、そのなんかナチュラルな感じの色をもうちょっといい感じにするっていうのはいいよなって。まあ多分合ってないやろうけど。あ、私最近なんていうんだっけ、ハイライター、うん、これ使ってます。 RMS ビューティーのシャンパンローズルミナイザー。前まであのシャネルのみんなが使ってるやつ、違う、シャネルね、シャネルのさ、一時期バズりすぎて入手困難になってて、2年前ぐらいだけどね。だからさ、手に入らないからアマゾンでなんか倍ぐらいで売るってやつを使ってたけど、最近ちょっとこっちに、あれが良くないとかじゃなくて、なんかたまに飽きてさ、うん、ちょっと違うのにしてみようみたいになる時ない？その時期です。あれもめっちゃいい。ハイライトなんてさ、なくならないでしょ、ずっと。なくならないね。なくなるんだったらめちゃくちゃつけてるんだろうねっていう感じだもん。で、ここと、私はここ、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 ここって感じ。わかりましたかね。いや、この顎って一歩間違えたらなんか食べ残しが顎についてきてる。ハイライトでツヤっとさせるの好きです、私が。むずいけどね、一歩間違えたら。テカリ。マスカラ、トーンのマスカラ、うん、もうずっとトーンのマスカラ。基本コスメキッチンでできてるもんね、前。うん、コスメキッチンでできてる顔。うん、キッチン顔、コスキチ顔、コスキチ。最近シェーディングもしてます。なんかシェーディングもむずいけんさ、やってこんかったけど、だいたい結構みんなしてるよね、最近。そう、シェーディング前もちょっと気になった。こう顎を削っていくよ、ちゃんとこうグラデーションにせんと。さくはたまに固まってるからね、うん、私ね、そういうのちょっと下手ない。、うん、なんか見えんやんだって。見ようとして。このやっぱちょっとさ、荒れてる部分、畑みたいなできたりする、うん、あれどうやって隠すの？畑って懐かしい、よくできてた。前もあれ何なんだろうね、畑って。もう一つくよね、うん、どうしようもないし、耕すな勝手に。そうそう。けどさ、その強いのあんま持ってないっけね、さ、コンシーラーもファンデーションも、うん、
ベシって隠したいんだけど、畑ってだってその見える？え、わかんない、そんなに。ほんと？うん、ちょっと鼻かみます。私は鼻筋を作ります。ここでこう、でも意味あんのかなって、シェーディングって意味あんのかなぐらいじゃないと意味が分かるぐらいに濃いと、そういうちょっとデーモン小暮感分かるかな。デーモン小暮とかも、え、分かる、令和の生まれの子は分かんないよね。ハイライト、ルミナイザーです。 RM です。これが一番ハイライトとして効果がある感じ。これ何だっけ、 M ルミナイザー、シャンパンローズ、こっち、え、一緒じゃない、シャンパンローズ、これシャンパンローズはこっち、あー、そっちの方が良かった。この僕肌なじみ、あー、そう、いろいろあるね。肌色っぽいのとか白っぽいのとか透明なんとかいろいろあるから、うん、ハイライトも結構奥深くて私は好き。この指でさ、ちょんちょんってするの、うん、あんまり広げない方がきらめきが持続って感じなんだけど、本当にまた上から塗ってる。最近のメイクみたいなのあるよね、やっぱ若者って。うまい子めっちゃうまくない、メイク、うん、TikTok とかで見るの好きなんだけど、なんかやっぱ美容師さんとかのアカウントのメイクとか参考になる。え、それナチュラル系のやろ。ナチュラル系、 なんか2種類やることない、なんかどんな系をやってんすか。私が見てすごいなと思う、自分は、はい、はい、あるよね、シーリング。自分が目指してるのはその美容師さんとかがやってるようなメイク、うん、初挑戦。どこやんの、ここ、うん、このどれ、これ全部なんか多分こう混ぜながら、ここ、ここの筋、うん、とか変わってる、これ。いや、そんなね、変わんないと思う気持ち、あ、でもやっぱ写真とかで映像になった時にちょっとシュッとして見えるのかなっていう。あとはここも、うん、一応ね、うん、あ、そうでね、若い子のすごいのはなんか元の、なんだろうな、あ、韓国メイクっぽい感じ、うん、が上手じゃんか。韓国メイクとかあるんだ。韓国メイクっぽい感じがうまいのよ、その若い子、20代とか10代の子がね、うん、だから自分はそれが多分染みついてないからできない、今のとこ、うん、なんかいろいろ培って今まで積み上げてきたものをそう崩さないとさ、うん、いけなかったりするから、ね、もうだからそもそもなんか違うんだよね、自分の中、うん、あと唇早くない？早いね。まあ私もダラダラしちゃってたんだけど、唇最近チークハマってて、これは前もチークしたい、うん、死ぬ前もパウダーのチークも欲しいな。ちょっと最近パウダーなんかずっとさ、リキッドじゃん、なんか、うん、リキッドだったでしょ、うん、パウダーの方が簡単そう。あー、そう、なんかこれ、セルフォーク、セルフォークいいよね、リップ、うん、間違い、愛媛にはないんですよ。どっかで買えないのかな、買えるんかな、むしろもうできてるかもしれない。ロフトとか入ってないっけ。ないか、ないよ、東京は本当何でもあるから当たり前だけど。よし、あー、もう適当にしよう、こっからもう終わったし、メイクをね、メイクをね、チークを貸してください。すごいね、こっち、これなんかシェーディングと一緒。あ、そう、シェーディングみたいに使ってる時期もあった、すごい肌なじみいいよ、大人チークって感じ。あ、眉毛溶かしてくださいって言われてるんだ。意味ある溶かし方できてるかな。馴染み、確かに。いいやろ。スックよ。いや、スックいいよ。本当に。意外と チークの色してるし。そう。スックは最高なんだけど、ちょっとさ、値段が、デパコスの中でもちょっと高めじゃないスックって。だから友達のさ、ヘアメイクさんとスックめっちゃいいよね。でも高いよねって話してて。なんか、スックはどこに、どの方向に行きたいんだろうって言ってて思うんだ。どういうこと。あとその私すごく大好きなヘアメイクさんなんだけどね、ナーズが好きらしくて、うん、私ナーズにあんま手出したことないから、うん、あ、いいね、ちょっと手出してみた。できた、できた、顔ができた、早いな。ポイントでも説明しようってくださいや。ポイントは何でしょうか。もう毎日これすぎて特にポイントとかないけどな。絞り出して、毎日変わらずそれなんや。まあシャドウがちょっと変わったりするぐらいだよ、うん、それ以外は。あとはまあファンデーションがベースがちょっと違うぐらいだけど、それはなんかもう近くにあったもの先に目についたマジこだわりないじゃん。ないんですよ。昔はリップもいっぱい持ってたけど、なんか最近リップに2種類ぐらいしか使わないし、まあなんだかんだ使うの決まるよね、うん、なんかいろいろ持ってても。でもピンク系かオレンジ系かみたいなのは、オレンジ赤系だよね。赤ね。ピンク系はあんまつけない。そっか。
でも昔なんかさ、似合わないのに青みピンクのリップとかつけてた。わかる、流行ってたよね、青みピンク。ライブとかでやってたよね。似合わないけど、好きだからつけたいみたいなのもあるよね、うん、どっちを優先するか。なんか放課後までご飯食べてる生徒みたいな気分だ。私これをなんか下地っぽい感じで塗ってからシャドウをすることが多いです。なんかね、この二重に結構さ、シャドウたまるの気にならん？クリームシャドウとかすると結構たまる、うん、そうそう、たまるからつけなくなった。そう、だからたまるの嫌だなと思ってたら、これを下に先に塗るとたまらないみたいなので買って、それがたまりそうだけど、それたまらない。これたまんないんだ。今日何にしよっか、何にする？私は結構何色のシャドウにするとかすごい楽しむ。じゃあ使ったことない色にしてみようよ。さっき言ったなんか買ったやつ使ったことないよ、一色もみたいな。でもさ、似たような色やしさ、これもさ、うん、それで言ったらこのスナイデルビューティー、こんな、え、緑？なんかその緑とか夏っぽい感じでやってみたら、うん、夏あんま乗り気ない。なんか絶妙な難しそうな色やね、それ全部。でもこれ一番人気らしいよ、この色。なんか真ん中の色使いやすそう。黄色とか意外と使いやすかったりするよね。あ、それ似合うんだと思うよ。私あんまり黄色だとなんかちょっと浮いてる感じ。どうしよっかな、青、青いってみようよ。あとか緑やろ。緑あんま私似合わんの分かったんやけど。え、それ緑じゃないじゃん。暗くなるよ。あ、じゃあ締めの色に使えそうじゃん、意外と。そうだね、そうだね。黒じゃん、なんかこれ黒だね。見えるかな。まあ見えてないやろうな。そうだね、やけない。なんかね、意外とこれちょっとね、つけた時に見た目とつける色が違う。そうそう、不思議。ちょっと暗めなんやね、全体的に、うん、秋とかに使えそう。こっちの方が見たままの発色、ナチュラグラッシュ、可愛いのよね。でもこれは本当さ、ね、秋っぽい感じ。確かにスナイデルビューティーの人気なパレット、アイデザイナー07。わかんない、私が買った時に人気だっただけで、今はもう他の人気商品。そうそうそう、最近結構ハマってるのはオレンジ上にしてピンクを下に入れるみたいな。それも自分からはさ難しくてさ、やんなかったけど、店員さんに言われて、うん、なんて言うんだろう、あれ BA さん、ちょっと眉毛の上にハイライト入れよう。あ、そうだ、私も忘れてた、それ眉毛の上、私もしよう。同じ時に同じところに同じハイライトを入れる。ここと眉頭とここだよね。ほら、ちょっと眉毛立体的な骨格ができた。た眉毛のパーマを当てたんですよ、最近。あ、いい自由自在な感じ。このだって眉頭はの眉毛を立てるのがさ流行ってるじゃん、うんうん、なんかそれがしやすい。眉頭立てるのとかは多分日本の流行ってるメイクやん。違うのかな、韓国の人ってさ、K-POP アイドルとかの眉毛ってあるよね、特徴。シャキンって感じじゃない、うん、ニュアンスとかなさそうな感じ。ない、お姉さんって感じするけど。彫刻系な。ああ、確かに。だからやっぱ日本はちょっと自然めな感じがあってるんだよね。終わった？うん、終わっちゃった。どうする、なんかぼーっとしとく。昔のメイクがやばかった話。昔のメイクはね、でもなんかそんなやばいとかもそんなないんだよ、だから薄いだけなんか盛る方向のやばさじゃない。そうそう、え、でも昔さ、ヘアメイクさんとかにメイクしてもらった濃いめのメイクあるよ、うん、あれするとそう、お姉みたいな。なんでだと思う。いや、だからなんかそう、子供なのに大人のメイクをしてたからじゃない、うん、ああ、そう、見合ってなかったんだよ、私たちが。なるほどね。でも私が一番2丁目の顔になってたよ。悪気なくすごいさ、嫌なこと言ってくるタイプの子とかいたじゃん、昔で、その子にね、なんかおかまみたい、あ、言われたんだ、うん、面と向かって言って、なんかそういうの多い。なんかめっちゃ言われやすかったから、すごいいろんな悪口言われてきた、面と向かって。なんか言いやすいんだろうね、多分。待ってね、急いで適当にメイク仕上げるからメイクって時間かけようと思えば本当にダラ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 できるから、うん、チーク失敗せん？ネリチーク、ネリとかクリームチーク、うん、ピンクとかやったら。いや、そんなに失敗せんかな。そう、昔よ。あ、昔はすっごいチーク塗ってた。え、なんかほんと初期の初期とかすごいチークみんなまん丸に。多分流行ってたよ。流行ってたのか。うん、なんかすごい。エビちゃんとかもやってたよ。チークすごくて面白かったな。ほっぺたも大きいからどうしよう。楽しかったのかもしれない。塗り替えのある。塗り替えのあるほっぺただった。アンパンマンみたいな。うん、そうそう。お手もやん。お手もやん。そう、お手もやんみたいな。子供が頑張ってメイクしてたから、中学生とかさ。そうだよね。
高校生とかさ、まあ、高校生はメイクするのかな、うん、私はさ田舎だからさ、まあ田舎まあ、割と田舎の方だからさ、うん、周りがそんな別にめっちゃメイクするっていうわけでもなかったから、そうだね、昔ダンスやってた時があって、うん、その発表会でもダンスのまたメイクも違うじゃん、舞台系のやつだもん、ね、でも自分でやんなきゃいけないっていうか自分とかお母さんとかやんなきゃいけなくて、うん、あの初めてそのメイク勉強するために買った雑誌が小悪魔アゲハだでもまあ そこでやらなきゃステージメイクとかもうつけまとかつけるじゃん、うんねうん、エミリちゃんとかの時代サクリナ、あーサクリナいたね、サクリナちゃんとか、サクリナちゃんいた、勉強のために何回か買った気がするもん、うん、いやでもほんとさ私小悪魔アゲハなんなら多分なりたい方のせいだったギャルは流行ってた中学生だよ、でもね。中学生だからね。中学生か。小学生かもしれない。もう口に入って終わりにしよう。もういいよ。諦め。アイリンと全く一緒の色。色と感覚。え、違う？何番？05。03だ。あ、違うんだ。え、マジで？あ、ちょっとそっちの方が明るいんだね。オレンジっぽい、こっちの方が。こっちの方がちょっと茶色い。一緒だと思ってた。分かんなくない？外側は。うん。え、なんか、そのうち入れ替わってそうやなって。ゼロ五ね。ゼロ三です。動画に残しとけば。うん。大丈夫。オッケー。メイクは完成しました。ちょっと私髪の毛がね、集中できないと思うんで、ちょっとマシにしてきます。一瞬当ててね。はい、ということで髪の毛も終わりましてこんな感じです。普段のメイクいつも通り、いつも通りです。いつも通り、私はなんか、あ、日によって結構違うから、うん、ね、なんかまた1週間に1回ぐらいあげる。うん、まあ楽だよね、どうせ毎日メイクしなくてそうだねみんな今日も一日頑張っていきましょう。はい、バイバイ。バイバイ。これ8時ですよね。ん、今日も一日頑張っていきましょう朝見てる人もいるかもしれない。朝だ。